すごいですよね。やっぱりもう歴史があるだけ、これだけの熱量があるってことですよね。結構初めてですね。出演者の方含め、いや動いているあのアニメーションの自分を見れるのは感動しますよね。ちょっと本当に、まあ、自分もやってたんで竜也ごとくって、やっぱり男の子はみんなやりますよね。いや感動しますね。で新作のもやりますか？あ、これからです。あ、これからです。はい、すっごい楽しみですね。ちなみに今回舞台がハワイということなんですけど、はい、なんかハワイのなんかエピソードとか、ハワイでもなければ海外とかで何かありますか？ハワイ行ったことないんですよね。いつか夢ですね。家族を連れてハワイに行くっていうのは夢ですね。それこそこうハワイの空港でこういうのあるじゃないですか。あったじゃないですか。ああいうの憧れますよ。龍が如く8、ぜひお楽しみに。ご期待です。お願いします。ありがとうございます。